さあそれでは続きやっていこうと思います。ボンピンを作るぜ。ここまでやる必要があるかって思ったんだけど、これ余ってるし、やっぱねちょっとここなんかなんとなくねボンネットだからちゃんとやりたいなっていう気持ちが出てきてしまってですね、ボンピンを作っていこうと思います。はいはい、やるよ。まあね、モデルファクトリーヒロから出ているやつなんですけれど、こちらをねやっていこうかなと思います。ここの多分社長だと思うんだけどな、意外となんか明るい人だったな。一回会ったことあるんだけど明るい人だった。なんかなんだろう、なんかね明るい感じの人だったな、うん、別に変な意味じゃないんだけど、一緒におると疲れそうだった。楽しくて疲れそう。なんかね明るい、明るくて勢いがあってそれについていけないって感じだった。変な人とかめんどくさい人とかそういうのじゃないんだよ、全然ね、明るい人なんだけどね、面白かった、うん、ほんでこれにどれを使うんだ、多分これとこれなんだと思うんだけども、これだと多分これ牽引用のなんとかだと思うから、多分これだよな、これぐらいしか浮かばないんだよな。これまあって言っときながらこう間違えるからね、鍋さんね。ただこれね今使ってみてすごい思うんだけど、柔らかい、すごくいい感じ。切るのにグッてさ押しすぎてさ曲げちゃうみたいなさ、そういうのが感じられない。これ大事なとこだよね。なんかこうねカッター、まあ、よう切れるやつにしてあるけどさ、プツって切るとさムチュって潰れちゃってさ、あーあーみたいなさ感じになるじゃない。それがない、素晴らしい。これは本当にいいね、結構ねそれね大事なとこなんですよ。見えないね、小さすぎてね、それでも小さいっていうね。これね1080円でパッと聞くとね、お結構するねと思うけどさ、こんなんたくさん入ってるのよ、わかる、こんなんたくさん、お得よ、うん、勝手に言ってるだけだけど、まあ別にねモデルファクトリーヒロさんのね回しもんってわけじゃないので別にいいんですけど、他にもねいろんなねバージョンが出てるからね、チェックしてみてもいいんじゃないかなって思うよ。でこれ多分柔らかいから、ほんとさベンダー用意したんだけど、多分ベンダー使うほどでもないと思うんだよね。ここでやらないで、すいませんねちょっとね今日ね手にペンキがついちゃって手が超汚ねんだ、見たかめ、別になんかその映っちゃう、柔らかい、ちょっと何これ柔らかすぎるんですけど、ちょっとデリケートじゃないのこれ、もうちょっと硬くてもいいんじゃないかな、柔らかい、何これ鉛でできてるんですか、やべ折れちゃうんじゃないこれ、折れちゃうんじゃない、柔らかすぎて危ねえわこれ。ほんとめちゃくちゃ柔らかいのこれ、やべえぞこの柔らかさ、指で曲がるもん、うわー怖え、こんな感じね、簡単に曲がるの、このピンを刺してピッてこう抜くタイプのボンピンだね。ボンピンねいろいろ種類あるから、まあ名前が違うっつって言われるかもしれないけど、まあ鍋さんボンピンで覚えてるんでボンピンでいいです。で今度は姫様にお願いすることにしましょう。まあこれをですねメモ帳の上に出すとかしてやればいいんですけど、今手元にメモ帳が見当たらないのでダイレクトに行きますが、これ用を狙ってやらないとダメだよ。こうね乗っけてどこにつけたいかっていうの、もう本当にちょっとねボンピンちっちゃいもんだからさ、こうしてどこにつける、だいたいこの辺だね、この辺か、この辺にこうやってチョーンって乗っけて、この辺もだいたい同じようなところにチョーンって乗っけて、ただこれいいところはね、いつも言いますけど拭き取れると、
というところがとてもいいところですね。で、向きを間違えないように拭き取れるというかね、失敗してもやり直しが効くのでね。こんな感じでつけてあげればよろしいのではないかと。向きってこれで合ってんのか、なんか間違ってる気がするんだけど、いや間違ってはないか、いや間違ってるよねこれ、多分間違ってる。普通だってさ、こっち向きだと思うんだ。いや、それがナビさん間違ってんだよって言われそう。で、ここからピンがピンってこう出て、ピンがピンって出てるってなんだ、ピンがピンって出てて、そこに差し込むみたいな感じだと思うのね。なんかずれてる？いや、わかんねえ。ちょっと目がおかしいな。いつもだろう。で、さっきの、これを、ここにこうやってつけるんだけど、これをキュッて抜くの、多分これ折れたんじゃね。折れたな、多分。ああ、でもこのままデコプリが固めてくれていれば大丈夫だ。なんかもう最悪、なんだろう、ボンドでガチガチに固めたいぐらいなんか気分だわ。このピンをね、ここに腐って刺すの。うわ、小さすぎて。ちょっとちょっと、ああカメラ、こんな感じだと思うのよ。で、このピンをこうピッて抜くと、ここからここからこう 棒が出てるからさ、ここからピュンってこう、でそのピンをこう抜いてみたいな感じなはず、確かそうだった気がする。よし、疲れた。よし、まあ中間でこの辺にしとこうかな。だけどまあね、もちろん時間がまだありますので、ちょっともう一個ねやっておきたいところがありますので、そちらをやっていきますか。で、このね、ここのエンブレムのマーク、ここをさ、ちょっとどうにかしないといけないなって思ってたの。そうだから、それをやっていこうはいいんだけど、なんかこれなんか入ってねえか、これワックスかなんかか、ワックスかなんかだな。汚れはしっかり取ってからにしよう。今日仕事でさ、ペンキ使ってたからさ、塗装しようとか思って塗装してて、そしたら手にめっちゃついた、黄色とかね。黄色と白しか使ってないけど、だから黄色と白はついてんだよ。軍手しながらやってたんだけどさ、あ、やろうと思ったんだけどさ、軍手のほこりがつくのが嫌だとか思い出しちゃって、
で結局素手でやってた。まあちょっと真剣にやりすぎたっていうところはあったけどね。ちょっと めっちゃ真剣になってやってたからさ。なんとなく仕事だからさ、時間内にやってしまいたいみたいなさ感覚になって、それで頑張ってた。スプレーでさ塗装もさやったんだけどさ、あんまりうまくはなかったな。プラモデルではだったらもっとうまくできたと思うんだけど、プラモデルってさ言ってみればちっちゃいじゃない、すごくね、こんなちっちゃい。だからさ、こう大きいものに塗るっていう風になるとやっぱりね簡単じゃないんだよね。小さいから楽なんだけど大きいと難しいよ。稼働させる自分の体の範囲も増えてくるわけだし、ね、だから本当にさ何本物のああいう何1分の1の塗装みたいな感じのがさできるああいう業者さんってマジですげえなって思う。これね適当にとりあえずこうやって塗っといてですね、適当にこんな感じで適当に塗っといて拭き取る方が楽。まあねうまくできるかどうか分かんないけど、あれ場所によってこうえなんていうの赤いラインが入ってるけど、それはちょっとさすがに無理だろうな。デカールじゃないと無理だ。ただちょっとシルバーをこうやってやって形だけでも作っておけばまあ見栄えは少しいいかな。でもだいぶいじってある3人が多いからさ、あんまりもうこのエンブレム自体ももうないやつが多いんだよね。ひょっとかするとこれもないんじゃないかとかもちょっと思ったんだけどね。だけどなんか説明書見る感じだとあるからさ、でここをこうやってこすり取ってあげる。これ乾いてからやってもいいかなと思うんだけどね。なぜ乾いてからでもいいかっていうと、研ぎ出ししてツルツルもうしてるから、こうやってなんていうの乾いた状態のところをこうやってさ、こうやってやると取れるわけ、もう綺麗にね、ほら取れたでしょ。だから少しはみ出たぐらいにしておいて、それからこうやって削り落としてあげれば、でもちろん爪楊枝でねやらないと傷をつけちゃうね可能性がかなり高いので、ちょっとこうひし形っぽく、まあ、削りすぎたなと思ったら今度ねまた足してあげればいい話だから、こんな感じでやっておけばまあいいでしょう。本当はこれどうなんだろうって思うんだけどね、マジでわかんねえんだ。実物そんなまじまじとあまり見たことがないよう思ったら、画像検索でいろいろ出てきはするけどさ、本当はねだからあとここに赤いラインをピッてやりたいんだけど、さすがにそれは無理だな、多分ね、多分無理だな。まあでも今回このねボンピンができただけでもさ、まあいいんじゃねえのって思うところでございます。よしできた。でまだ時間あるよね。あとはまあちょっとねポイントとしてこのね鍵穴のところだけねシルバーをちょんって入れておいてあげるのもいいかなって思う、こことかね。だけどこれを使うのも手なんだよね、これについてるさ、これをちょんとここにつけてあげるだけでもグッとくると思うんだけど、どうなのかな。あやばいやばい、ウィングが大丈夫か。これピッてやって取れねえかな。さっきあカッターでよりこれでこうやって。3つでこれもちょっと待ってよ、爪楊枝でやってあげよう。ああもう毛がついちゃった。
真剣。鍵穴の模様もあるからちゃんと横向、いや縦向きか、鍵は。小さくてきつい。こうやってね、鍵穴をつけてあげるだけでなんとなくそれっぽく見えるんでね。なんかちょっと傾いてない？よし、OK。ちょんとね、つけておいて、あんまりつけるとね、よろしくないんでね。なんだかんだディテールアップパーツまで使っちゃってさ、余ってんのもん。他で使えばいいじゃんか。なんか使いたくなったんだわ。だってさ、皆さんがさ、作品画像投稿でさ、3人ばっかさ送ってきてさ、でなんか鍋さんの3人ちょっとなんか寂しいじゃんとか思ったからさなんかみんな出来がいいしさ、ちょっとね、皆さんから軽い嫌がらせを受けたので、ちょっとここは鍋さん悪あがきでもしてやろうかと思いまして。いいんだよ、皆さんはね、あんまり上手くなければね、こんなことにはならんかったの。皆さんがなんかいい感じの いっぱい送ってくるからさ、ちょっとどうしようとか思って、ちょっとなんかでカバーしんとかんじゃんかみたいな、いいよ、金で物を言わせてディテールアップパーツ買ってやるわ買ってやるわじゃねえね、持ってただけなんだけど、もう使ってやるよってやってやんよ。飛ぶ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 、もう息が窒息する。よいしょ、できた。まあこうやってやっときゃねいいんじゃないのと思いながらね。だからひょっとかするとさっきのボンネットもシルバーでやるよりもひし形にして、あのね、ここペタって貼ってあげてた方がいいのかなとも思うし、あんまりなんかキラキラしてるのもちょっとどうかなとかも思うしね。これね、まあ、こんなんでいいかな。で、あとワイパーつけて終わりだね。まあ次回完成かなということで、今回のサムネこのボンピンでございます。はめてみる、こうやってこうやってこうやってボンピンとかデテールアップパーツですよ、デテールアップ、こんな感じでございます。サムネっていつも悩むんだよね、どうやってやろう。こんなんでいいかよし、ということでね、ちょっと参考にならない、間違ってたら申し訳ないですけど、なんか画像検索とかしてもこんなんだったからね、いいんじゃないかなと思います。ということでね、またね進めていこうと思いますので、ね、見ていただけたらと思います。ではまた。